い、どうも。どうもどうも。りょうくん。はい。今日は告知会です。はい、告知です。はい。何の告知かっつったら、ルーニーってやつがおるんだけど、うんうんうん、ルーニーが2月1日に新しい EP を出すと。はい。うん、で、その EP の中に、リミックスが1曲入っとって、そこに俺フューチャリングで、俺と、はい、俺の相方のタイシンが入っとるというわけですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。これなんで、はい、俺とタイシンがルーニーの、うん、ね、言うたら EP にリミックスが入ってるのかって言ったら、うんうんうん、このアラジンっていう曲なんよね、うん、アラジンっていう曲がもともとこれシングルで出してたんかな、ルーニーが、うん、出しとって、うん、でそのトラックオケを作ったのが、瀬川さん、はい、瀬川マリアっていう地元でやりおるクルータグドッグのトラックメーカーだよね、うんうん、のトラックを使ってもらって、はい、アラジンっていう曲をルーニーがリリースしとって、うん、でルーニーが、まあ、それのアラジンのリミックスをやっぱこう広島の音で作っとる曲じゃけルーラー大使にリミックスしてほしいと。おお、なるほど。うん、可愛いよね。めちゃめちゃ可愛い、ね。じゃろ、めっちゃ可愛いじゃろ。うん、嬉しいね。まあそんなそんなこんなで、うん、こうまあ今回こう EP の中に入れてもらったと。はいはいはい。でね、俺がさ、はい、バー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 いっぱい喋るのもあれじゃけ、うん、ちょっとルーニーに電話してみよっか。してみよっか。なん、してみよう。ちょっとルーニーに電話してみよう。お願いします。大阪だったっけ、ルーニー。あ、そうそうそう、大阪。大阪。もしもし。ええ、お疲れ。お疲れ様です。ルーニー、何ション今。今、言いにくい。言いにくいことじゃん。大してます。お腹痛いボーイじゃもんな。いける代弁中なんだけど。2月1日の EP リリースおめでとうございます。ありがとうございます。今この音声動画撮ってる、撮るんよね。はい。じゃけさ、はい、ちょっとホープ告知ちょっと喋ってや。な、名前変わんの？名前 TDK ルーニーになりました。 TDK になって初めての EP だ。そうです。フューチャリングは？フューチャリングは、うん、お、最近出した曲のやつやね。そうです。うんうん。あとチーカモン君と、おお、で耐震&ルーラー君。ああ、なるほどね。え、トラックとかはどんな感じなん？誰とかな？トラックは3曲、うん、瀬川さん。あ、3曲も瀬川さんなん。そうです。半分が瀬川さんですね。おお。あとはコミ君と、うんうんうん、ほう、ほうほうほう。うん、それレゲエとか全然関係ない人。よ、ワンダーとかとアコースティックもあったりました。ああ、あったことあるかもしれん俺。たまに鬼火のギターショーる人じゃなくて？あ、多分してるっすね。トラックも作るんじゃね、あの子。あいつ生きてるっすね。ロックっぽいっすね。あともう一つは、チーガモン君にトラックルーニーのしたらめっちゃハマるんちゃうみたいな感じで送ってくれるやつを僕がもらってって感じです、ね。あ、でそれでチーカマンと一緒にフューチャリング作ったダモノだったっけ。そうです、そうです。まだ全部聞いてない、ちょっと送ってや、聞きたいわ。はい、送ります、詳細。前このアラジンってさ、あれシングルで出したんだったっけ。そうです。最初に僕が独立して自分のレーベルを作って一発目に出した曲が、あ、そうじゃ、なんだっけ、パステルボーイズクラブだったっけ。そうです、そうです。ねえ、自分のやりたい音楽を 100% で作った EP なんで、おうおうおう、これが僕ですみたいな感じですね。なるほどね。1曲目のさ、レディープレイヤー1とかってさ、もうあの映画のレディープレイヤー1。そうです、そうです。ああ、いいね、いいトピックじゃね。みんな知ってるっすかね、この映画。いや、どうなんかね、俺も結構あのニューワールドの中に入っとるなんてねって曲の中にね、レディープレイヤー1の要素結構入れとんじゃけどね、誰も気づいてくれんかったけどね。あの映画結構面白いっすよね。
あれめちゃくちゃおもろいね。あれみんな見るべきじゃねえ、レディープレイヤー1はね。なんかあれを初めて見たときに、うん、でも同じことが現実の世界で起こりそうだなって思って。いやマジで俺も思ったわ。この中とか特にこう RPG やってなって作った曲ですね。なあ、なるほどね。まあ楽しみじゃね。ほんでこのね、りょうくん聞いて、はい、このルーニーがこうすごいなと思ったっていうか、可愛いなと思ったんが、このアラジンのリミックスをレコーディングするときに言ったら、瀬川さんのスタジオで撮るってなったんよ。でなったときに、こいつ別に撮るわけでも何でもないのに、わざわざ大阪からそのレコーディングの付き添いじゃないけど来てくれてからさ、ね、行って帰るだけでこうね、新幹線乗ったら1万5000円ぐらいかかるわけじゃん。をこうちゃんとこう俺と大臣がレコーディングする日に合わせてきて、でちゃんと見届けて帰るっていう、えらいじゃんこの時代じゃけさ、別に言ったらオンラインでいいわけよ、うんうんうん、けどわざわざ顔を出してくれてさ、うん、ってなるとこっちも頑張らにゃいけんなってなるじゃん。そうだよね、ギリがたいね。そうなんや、この子めっちゃいい子なんよね。じゃあまあそんな感じで、また適当に連絡するし、お願いします。うん、一緒に作りおる曲もまたちょっと続きをよろしくお願いします。もろもろね。うん、また連絡するね。お願いします。はーい、ほいじゃねー。お願いします。はい。ね、ルーニーでしたね。いい子ですね。いや、めっちゃいい子なんよ。で、ね、そのルーニーの EP に入る曲をさ、今ここで YouTube でみんなに聞かせるっていうわけにはいかんけ、うん、ちょっと、ルーニーと俺でトラックメーカーが瀬川さんで、うん、今1曲作るよって、うん、それまだ途中なんじゃけど、デモの段階なんじゃけど、ちょっとそれ1回聞いてみる。お願いします。聞いてくれる？聞きます。めっちゃいいよ。じゃあ、ルーラーフューチャリングルーニー、トラックメーカーがマリア瀬川で、タイトルがワンライフよね。じゃあちょっと聞いてもらおう。まあ生きていこうみたいなことね。何を残そう、何ができそう、何だってできるし、空だって飛べそう、小さな光が見えてる、あのトンネルの向こう、忍者が行こう、何度もこけては、We are ready、 お前はどうよ、 We are ready to I'm just me、 ものでもない、ただ一度しかない、叫んじゃれ。
じゃないけどレゲエを選んで大正解。まあこんな感じやね。むっちゃ良くない？めっちゃ優しい声だね。ルーニーな。うん、レゲエ界の中では、うん、ほんまにシンガー少ないんでね。助かってる。ナイスボイスね。他にもね、ルーニーとはね、もう、曲をね、出させてもらったりもしてるんでね、はい、うん、概要欄に貼っときますんで、よかったら聞いてみてください。聞きましょう。うん。彼も上に上がってもらいたい。もちろん俺も上に上がりますんでね。お互いね。お互いにね、頑張っていきましょうということで、ね、こんな感じで仲間たちの曲も紹介できたらなと思ってね。はい。うん。こんな感じで今後もやっていきましょう。はい。じゃあ、今日はこの辺で終わっときましょう。はい、ありがとうございました。Go Next!